それでは今から村越裕太選手のインタビューを始めさせていただきます。まず試合を終えてのご感想をお聞かせください。まあいろいろ言いたいことはありますけど、まあ、とりあえず勝てて本当に良かったです。はい、はい、ありがとうございます。続いて相手選手のご印象について教えてください。すごい前に出てきてプレッシャーすごくて、めちゃめちゃタフな相手でした。はい、それでは記者の皆様にご質問を伺ってみたいと思います。ご質問のある方いらっしゃいますでしょうか。あのダウン判定の時にはどう思ってました。でも感触があったん でタイミング的にもダウンかなとは思ったんですけど、まあ、映像とか見ないと、まあ、分からないなとは思ったんですけど、まあ、感触はありました。最終的にまあ、ダウンもありましたが、勝てた一番の要因というのは、一番の要因は連敗しても負けれないというところですね。そう、脱出した今の気持ちというのは、本当にこういう時にほっとしたなって言うんだなって思いました。はい、他にご質問のある方いらっしゃいますでしょうか。ありがとうございます。それでは最後にご覧になっているファンの皆様に一言メッセージをお願いいたします。まあ、とりあえず連敗を脱出ということで、まあ、とりあえずほっとしてるんですけど、まあ、ここで、まあ、ほっとせず、まあ、次もその次もしっかり勝てるように、もう負けたくないんでさらに強くなると思います。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは以上村越裕太選手のインタビューでした。ありがとうございました。